い、どうも黒猫です。あまりにも風切り音がすごくてアフレコにて今録音してます。で、今回、大曲にあります地元ですね、ある自販機に向かいました。で、この自販機がですね、面白いんですよ。なんと昆虫食の自動販売機になります。いろいろ種類ありますね。で、まあ今回この昆虫食を実食してみて、まあ美味しいのかというのが、まあメインになります。っていうか、まあ虫ってどんな味がするんだろうなみたいな感じですかね。で、今飼ってる最中です。で、まあ内容としては、まあ全て食べれるかと聞かれると正直微妙な感じの品揃えラインナップでした。で、まあ自分はこのミルワームっていうんですかね、の芋虫を飼って、もう一つ、まあミックスを買いましたので、まずこれから実食するんですが、まあどうなるのでしょう。まあこういう買ってこのあとですね、これはなんか瓶のケースみたいなのに入ってました。で、それから出して、そのケースは横にあるボックスに戻すような感じのシステムでしたね。で、値段も結構いい値段する虫たちばかりでした。なんで、まあちょっとどんな味がするのか楽しみですね。あとはもうこれ家帰って楽しみだなーなんて話して間もなく帰ると思うんですけど、この日すごく風が強くてやばい日でした。まず家でお会いしましょう。はい、どうも皆さん、黒猫です。いつもご視聴ありがとうございます。で、さっき帰ってきました。なんとここに虫さんがいます。昆虫食です。で、原料原産地名タイだそうです。タイの虫ですね。タイからやってきたみたいです。へー。で、今日ちょうど職場の同僚に、なんと地元に昆虫食の買える自動販売機はあるんだよってことで調べたら本当にあったんで、これはネタになるなと思って買いに行ってきました。で、動画も今撮ってるんですけど、動画撮っちゃった以上もこれ開けちゃったらもう中身見てないんですけど、もう即食べるしかないですよね。やばいな。なんだろう、これ。シルクワーム。なんだろう、これは。セミの幼虫みたいなやつ。あと、こっちが、ミックスです。なんだ、これ。もう、とにかく芋虫ですね。4種類ぐらいいます。まあ開けていきますか。
とりあえずこのシルクワームさんから開けていきます。匂いは、これ移していいのかな。こんな感じで結構入ってますね。うん、ちょっとお皿に出していきましょう。うん、3つぐらい出しました。こっちはとりあえずしまって、どうしよっかな、片方ずつ食べてから行った方がいいのかな、それとも両方とも出してから食べた方がいいのか、どうしましょう。まあお皿にとりあえず全部出していろいろ並べてみましょうか。こっちも開けます。いざ、わーこれですね。わー、いろんなのがいますね。見えるかな、見えてる。やばいですね。多分うちの嫁はそこにいますけど、すごい顔して見てます。匂いは、あー、なんだろうこの匂い、なんか嗅いだことがある、なんだ。うん、でも全部一緒ですよね。こんな芋虫みたいなのは、あとこれは一緒じゃないの、なんだろうこれ、この芋虫が欲しいな。なんかもうみんな似たような感じですね。まあでもこんな感じで、まあ一通りというか、これはもうわかんないですね。いろんなのが混ざってて、本当にミックスです。でも匂いは、なんだこれは。ん？あれの匂いがします。あのカニ、エビの匂いがします。見た目はそんな、ちょっと食べてみますか。いただきます。なんだろうこれ。なんて言ったらいいんですかね。あの、なんだろうこれ、レビューにならないね。なんだろう、あの、まずいかまずくないかで言われると無ですね。うん、別にいけないわけではない。ただやっぱこう素揚げっていうんですか、揚げられてるやつなんで、これが虫の味なのかって言われたら、生とかではないんで虫じゃないんだよね。なんかあの
お菓子のエビせんを食べてる感じですかね。一番わかりやすいのエビ系のお菓子を食べてるような味がします。で、味は別に虫臭いとかそういうのはあまり感じないですね。本当に甲殻類とかそのエビ系に近い味がします。うん、意外とこういう風にしてもらえると抵抗はないかもしれないです。見た目はうん、悪いけど自分的には美味しい方だと思います。ゲテモノ系多分意外と動画のためにとかじゃなくて意外と大丈夫かもしれないです。こういう感じでしてもらえると。ただやっぱタランチュラとか基本的にクモとかが苦手なんでああいう系はダメかもしれないですけど、これだったらもううん意外と美味しいです。ただカブトムシとかああいう系って食べると痛いとか怪我するとかって言うんでサソリとかもちょっと食べてみたかったんですけど値段も高かったんですよ。なんでとりあえずお試し価格のこちらでちょっと今回は挑戦してみました。で、味もわりかし美味しいです。まあ昆虫食が流行る理由がちょっとわかるような気がしますね。うん、てな感じです。なんでまた違う第2弾がもしかすればあるかもしれません。自動販売機じゃなくて今 Amazon とかでも売ってるんでそっちでまた試すかもしれません。冬なんで上げる動画がなくてちょうど同僚に相談したらそういうこういうお話をいただけたんでとりあえず撮ってみました。皆さんもぜひ昆虫食食べてみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。